あんた本当に来たのかよ。招待されたはずの懇親会で、俺はそんな言葉を突きつけられた。ご招待いただいたので、と言うと、奴は笑い始める。社交辞令って知らないのか？その瞬間、周りの視線がこちらに集中した。そっちがそのつもりなら、俺たちは別にどうなってもいいんだけどな。今に見てろよ。俺の名前は長谷川。町工場を経営している60歳だ。妻の幸恵も一緒に働いている。俺はもともと地元のデザイン会社で働いていた。デザインしたものを発注できる町工場を探し、技術力の高い職人と一緒に製品を開発していたのだ。ある時から俺は、その職人の技術に魅了され、30代で転職。俺は手先が器用だったこともあり、知り合いの町工場で修行させてもらうと、みるみる才能が開花した。その町工場は社長が高齢で後継者もいないため、俺はなんとその工場を譲り受けることになり、妻と一緒に町工場を始めたのだ。妻はデザイナーで、俺が前にいたデザイン会社で一緒に働いていた。デザインの賞を受賞したこともある実力者だ。俺は妻には会社に残ってデザイナーとして頑張ってほしいとも思ったが、妻は俺を支えたい、一緒に働きたいと言ってくれたのだ。俺は妻の言葉に甘える形で新しい生活をスタートさせた。退職したデザイン会社とは今でも付き合いがある。というのも、デザイン会社がデザインしたものを商品化するには町工場の職人の技が欠かせないのだ。緻密な計算の上で成り立つデザインだと機械では作れない。どうしても職人の手で仕上げなければならない部分がたくさんある。だから俺は前の職場からも頼りにされていた。もともと慕ってくれている後輩も多かったし、仲の良い同僚もたくさんいる。妻の行方も信頼され慕われていた。そんな時、前の職場の部長が変わったからと挨拶に来た。部長の名前は飯田。一緒に来たのは前島という俺の昔の後輩だ。前島が新入社員の時に俺が教育担当だったのがきっかけで仲良くなった。飯田は、副社長が俺の叔父なんだと言ってくる。副社長といえば、社長と派閥争いをしている人だ。前島の話だと今も変わっていないようだし、新しい部長が副社長派だとすると前島もやりづらいだろうなぁと思った。飯田は俺より少し年下のようだ。おそらく前島と同じくらいだろうから、50代後半といったところか。飯田はうちの工場を見回して、それにしても汚い工場だなぁ、と小馬鹿にしてくる。部長！と前島が咎めるが、飯田は気にしていない様子で続けた。うちの素晴らしいデザインを商品化するのが、こんな汚い工場なんてイメージダウンだよな。もっと綺麗で、新しい工場があるだろう。オタクとの縁もそろそろ切れるかもしれないな。飯田は一人で笑っている。前島は、部長、長谷川さんは以前にうちの会社にいた方で、と俺の説明を始めたが、飯田はそれを遮った。ああ、前はうちの社員だったんだろ。俺は別の部署だったからよく知らんけどな。うちを辞めてこんな町工場を始めるなんて、バカだよな。俺は頭に来たが、面倒なことは起こしたくないので感情を抑えて。ご用件は？と言うと、前島が答える。すみません。今日は引き継ぎのご挨拶だけで。そこへ飯田が、ああ、そうそう、来週懇親会があってな、と話し始めた。それは昔から定期的に開催されている、業界トップ120人が参加する懇親会のことだ。あんたも一応、
うちの取引先だからな。仕方ないから誘ってやるよ。と笑いながら招待状を渡してくる。飯田の態度は気に入らないが、この懇親会には前の会社の仲間もたくさん来るだろうし、新しいつながりができるかもしれない。俺はその招待状を受け取り、楽しみにしています、と答える。飯田は、そんな薄汚い格好では来るなよ、と俺の作業着を見ながら馬鹿にした。前島は終始顔をしかめて申し訳なさそうにしている。部長、そろそろ行きましょう。と飯田を連れて行き、俺に深く頭を下げて工場を出る。しばらくしてから前島から謝罪のメールが届いた。飯田の扱いが面倒だという愚痴も書かれている。上司があれじゃ、前島も大変だろう。前島には今度飲みにでも行こうと返事をした。それから半月後、例の懇親会の日がやってきた。久しぶりにスーツに袖を通す。妻も一緒に出席するので、懇親会の会場であるホテルに向かった。会場に着くと、前島の姿がある。前島は、俺を見つけると飛んできて、この間は申し訳ありません。と、頭を下げた。はあ、仕方ないよ。上司は選べないしな。ただ、今後がいろいろと心配だよ。俺は、呆れながらそう返す。そんなことを話していると、懐かしい顔ぶれがこちらに向かってくる。長谷川さん、お久しぶりです。幸恵さん、元気でしたか?と、俺と妻を取り囲む元同僚や後輩たち。会社同士のつながりはあるが、個人で会うのは本当に久しぶりだ。俺も妻も懐かしさがこみ上げ、自然と笑顔になった。会場の中に入ると、豪華な料理が並んでいる。妻が、バイキング形式なのね。美味しそうだわ。と、ニコニコとした。ひとまず席に着くと、前島が、長谷川さん、ビールでいいですか?ゆきえさんも?と言ってビールを持ってきてくれる。はあ、俺たちに気を使わなくていいんだからな。俺は前島にそう言ったが、いやいや、いつもお世話になってるのはこちらですから。長谷川さんの技術がなければ、うちの商品は完成していませんからね。と笑う。俺は自分の仕事に誇りを持っている。そう言ってもらえるのは素直に嬉しい。こんな風に、和やかに歓談していたのだが、次の瞬間、その雰囲気は一転した。あれ、あんたたち、本当に来たのかよ。と言って近づいてきたのは飯田だ。すでに酒を飲んでいるようで、顔が赤い。部長。と前島が身構える。ご招待いただいたので、俺がそう返すと、飯田は笑い出した。社交辞令って知らないのかよ。だったら招待状をもらっておいて、無視してここに足を運ばなければよかったというのか?俺の気持ちを察したのか、前島は。招待状をお渡ししたのは飯田さんじゃないですか。もし長谷川さんが今日いらっしゃらなかったら、招待状を渡したのになんてやつだとか言いますよね。と冷たく言う。おいおい、そんなこと言って大丈夫かと思ったが、俺の気持ちを代弁してくれたのだろう。飯田は前島を睨んだ。俺は話題を変えようと思い、昔の同僚にも会えてよかったです。お誘いいただいてありがとうございました。と、飯田に向かって口を開いた。すると飯田は、俺の頭から足までを見て、ずいぶん頑張った格好をしてるな。と笑う。俺はあくまで冷静に。ええ、スーツは久しぶりでして。と返した。飯田は、そうだよな。いつもあの汚い工場で汚い格好してるだけだもんな。と大きな声で言う。その声の大きさに周囲のテーブルからの視線が刺さった。飯田は笑う。
社交辞令を知らないなんて、あんたこれからも恥かくぞ。それとも町工場の貧乏人がただ飯目当てでここに来たのか？部長！と前島が口を挟むが、飯田は止まらない。昔の顔ぶれとは話したんだろう。だったらもう底辺は帰れよ。俺はなんとか冷静に済まそうと思っていたが、さすがにこめかみがピクッと動く。すると、それまで黙って俺の横にいた妻が、もういいわ、帰りましょう。と、俺の袖を引っ張る。俺もため息をついて、はあ、だな。と答えた。そこで前島が、ちょっと待ってください。部長、謝ってくださいよ。と口を挟む。ああ、何言ってるんだお前は。飯田は面倒そうにその場を離れようとするが、前島が食い下がる。うちの会社が長谷川さんの工場にどれだけお世話になってるか分かってるんですか？そう叫ぶが、飯田は鼻で笑った。あんな汚い工場で何ができる？代わりなんていくらでもいるよ。俺はさすがに頭に来て、前島に、もういい。こいつがいる限り、もう取引はしない。社長にも言っておいてくれ。と伝える。周囲はざわついていた。そして俺は、では、失礼します。とはっきりと飯田に伝え、荷物を持ってテーブルを離れた。その時、会場内がざわざわして、椅子を引く音がそこかしこで響く。俺らも帰るか。そうですね。という声が聞こえてくる。俺の後ろには妻、その後ろには前島がいて、さらに後ろには昔の仲間が続いた。俺たちは会場を出る。その時飯田は、おい、ちょっと待て！一体どういうことだ？こんなにうちの社員が出席していないなんて分かったら、俺は副社長に何を言われるか。すぐに戻れ！全員だ！と叫ぶが、誰一人テーブルに戻ることはなかった。さすがに飯田も事態を重く見たのか、慌てたのか、ぞろぞろと退席する人たちをかき分けて、俺の前に来ると、あんた、せっかくだから、ただ飯食っていきなよ。とふざけたことを言う。引き止めに来ているのだと思うが、そんな言い方はないだろう。俺は頭に来て言い返した。あんた失礼すぎるよ。部長だとか副社長の甥だとか、俺からすればどうでもいい。あんたはうちの取引先の一人というだけだ。俺の態度の変化に飯田は戸惑ったようだが、態度は変わらず。あんた、俺を怒らせたいのか？言っておくけど、あんたの工場と契約を切るなんて簡単だ。と、大きな態度で返す。あんたが戻れば、うちの社員も戻るだろ？だったらあんた一人にただ飯食わせるくらいなんとでもない。確かに、この大人数が会場にいないというのは事件だ。だが、そんな本音を俺に言ってしまうとは、この男はバカなのか。さすがに俺は、飯田に言い返すことにする。あんたが思ってるほど、うちの工場の経営状態は悪くない。飯田は鼻で笑う。それはうちの会社のおかげだろ。うちが契約を切れば、お前ら夫婦は路頭に迷うしかないんだ。そんなでかい態度に出てると、どうなるか知らないぞ。酔っ払っているからか、言ってることが二転三転している。ただこの言葉は飯田の本音なのだろう。俺は首を横に振る。ですから、契約破棄で構いませんよ。それで私たちが路頭に迷うかどうか、しっかり見ていてくださいね。わざと丁寧な口調に変え、飯田を睨んだ。飯田は、ああ、だったら契約終了だ。せいぜい頑張れよ。と笑い、最後まで横柄な態度を崩さなかった。
俺は妻を連れて外に出ると、前島や元同僚、後輩たちがぞろぞろついてきた。あの会場にいた半分以上の数だ。飯田部長、前から横暴だと思っていたけど、長谷川さんを切るなんて間違ってる。俺らがどれだけ長谷川さんに助けられているか何も知らないんだな。とため息をつく者もいる。俺たちはそのままホテルの外に出た。まったく、信じられないわね。と怒る妻。翌日、前島が工場にやってきて、昨日の顛末を教えてくれた。社員の大半が懇親会に出席していなかったことに、社長と副社長が驚き、その場にいた飯田を問い詰めたようだ。今日出社すると、聞き取り調査が行われたようで、昨日の出来事を全員が話したという。飯田は自分に都合がいいように副社長に言っていたそうだが、そこで飯田の嘘がバレ、副社長が激怒。副社長は派閥こそ社長と対立していたが、うちの工場の技術は知っていたらしく、どうして俺にそんなことを言ったのか、と飯田を叱責したらしい。飯田はそのまま自宅謹慎を言い渡されたようだ。自分の味方だと思っていた副社長にまで激怒され、飯田は絶望した顔で帰宅したという。飯田は多分降格になると思います。副社長も飯田を取引先には関わらせるな、と言っていますし、どうか契約を継続してもらえませんか？そうは言っても、と俺は渋った。あんな風に馬鹿にされて、俺ももう契約はしないつもりだったのだ。前島は、長谷川さんの技術がなくては、うちの会社はどうしたらいいか、お願いします。と、今にも泣きそうな顔だ。本当に契約をやめるつもりだったが、やはり、昔からの仲間にこう言われると考え直してしまう。俺は前島に、わかった。契約は続けるから、もう顔を上げてくれよ。という。そこへ妻もやってきて、前島くんは随分貧乏くじ引いちゃったわね。と笑った。それから一ヶ月後、飯田は正式に解雇されたと前島から聞いた。これであの会社も少しは平和になるかもな、と思っていたのだが、なんと、その飯田がうちの工場にやってきたのだ。おい！あんたのせいで俺はクビになったんだ。今すぐ謝罪しろ。と言ってくる。はあ？何言ってるんだ。もう取引先でもないので、俺は感情を表に出した。飯田は、昔の仲間を使って俺をクビにするなんて、やることがせこいんだよ。と怒鳴る。俺はため息しか出ない。そんなことをした覚えはない。あんたがうちをバカにしてきたからいけないんだろう。そう言っても、飯田は引き下がらない。俺がいなくなって契約継続してるんだって。契約破棄してもいいとか言ってたくせに、結局うちの会社頼りじゃないか。その言葉に俺は笑った。あんた本当に何も知らないんだな。うちでは妻がデザインしたのを商品化したんだ。あの会社にはその流通を手伝ってもらってる。もちろん今までの契約もあるが、妻がデザインした商品がバカ売れしててな。今はそっちに比重を置いているんだ。この意味わかるか？飯田は唇を噛みしめる。うちの会社の依頼がなくても大丈夫と言いたいのかよ。俺はうなずいた。まあ、そういうことだ。あと、うちの会社っていうのはやめた方がいいな。あんたはすでにクビになって、ただおじが副社長を務める会社というだけ。あんた自身はあの会社とは一切関係がなくなってるんだからな。と笑うと、飯田は顔を真っ赤にした。失礼な奴だな！と怒鳴られたので、俺は、あなたには負けますけどね。
と笑って返す。そこへ妻が顔を出すと、飯田の顔を確認し、あら、お客様ですか？それとも不法侵入者？警察呼びましょうか？と冷静に言ったので、俺は思わず笑いそうになった。俺は飯田に向かって、あなたは取引先の元社員というだけで、うちとは全く関係のない人ですから、今後ここには来ないでくださいね。もし来た場合、不法侵入だと思った妻がすぐに警察に通報してしまうと思います。と言うと飯田は、ええ、覚えてろい！と言って工場から出て行った。俺と妻は顔を見合わせて笑う。それからしばらくして前島がやってきた。長谷川さん、すごいですよ！と言って資料を見せてくる。幸恵さんのデザインしたものですが、ほーら、見てください。売り上げもいいし、SNS でも話題です。デザイン性も機能性も優れてるって評判もいいですよ。と、前島は売り上げや口コミの載っている資料を俺に渡した。やっぱり、幸恵のデザインはすごいんだな。俺は妻を呼んで、一緒に喜んだ。すると前島は、それを形にする長谷川さんの技術も十分すごいと思いますよ。という。その言葉に妻もうなずき、あなたの技術がなければ完成しない商品がたくさんあるのよ。と笑った。単純だが、こうやって言われると、俺はがぜんやる気が出るのだ。ところで、クビになった飯田はというと、連日、叔父である副社長に会いに、会社に突撃してきているそうだ。最初は何度か話をしていた副社長も、あまりに飯田が話を理解しないので、お前にはがっかりだと怒鳴り追い返したという。それでも、懲りずに突撃してきた飯田は入れてもらえないと会社の前で騒ぎ立て、ついに警察に連行されていったそうだ。あの人がいなくなって社内は随分平和になりましたよ。と前島は笑った。うちの工場はヒット商品を生み出したため忙しくなり、今では従業員も増えた。今後も自社製品の開発にも力を入れ、世の中に認められる商品を作っていきたいと思う。やっぱり俺はこの仕事が好きなんだと改めて思ったのだ。いつ来ても汚い工場だな。そう言ってため息をつくのは取引先の社長だ。しかも田舎でなんもないし、こんなところでよく働けるな。と、嫌味まで言ってくる。ビジネスだと割り切ってきたけど、そろそろ限界だ。今度とんでもないことを言ってきたら、徹底的に復讐してやる。俺の名前は新城。40歳で工場を経営している。主にソーラー発電用の部品を作っていて、個人宅向けやモバイルバッテリーなどにも使われている。以前は大きなソーラーパネルも作っていたのだが、今は小型のものが多い。というのも近年災害用に購入する人も増え、小型のものの需要が増えたのだ。災害用と思って製造していたが、アウトドアでも活躍しているという。うちは元請け会社に発注されて製造しているのだが、この社長が俺より少し年上の阿部という男だ。阿部は数ヶ月前に就任した新社長。前の社長の時にこの会社は吸収合併され社長が変わったのだ。うちの工場は都心から少し離れている。商業施設はないし、行ってしまえば田舎なので、阿部はうちの工場に来るたびに、いつ来ても田舎だよな、飯を食うところすらないよ、とバカにしてくる。うちの営業を担当している湯山はよく阿部と商談しているのだが、阿部社長っていつも見下してくるんですよね。俺ちょっと苦手です、と愚痴を言ってくるほどだ。腹が立たないことはないが、今は阿部の会社と大きな企画を進行しているので、なるべく波風が立たないよう
愛想笑いで乗り切っている。俺の様子を見ているので、ゆやまも俺に合わせて愛想笑いで乗り切ってくれた。阿部の会社はアウトドアの需要があると踏み、今までよりも小型で軽量のモバイルバッテリーを新商品として発売する予定だ。もちろん、うちの部品が使われている。この新商品のために部品も軽量化をし、性能も向上させた。新商品を作るために、俺も積極的に取り組み、こうした方がいいという意見を阿部に何度もぶつけたのだ。おかげで、俺も胸を張って自信作だと言えるものが完成。阿部も販売ルートを増やしたといい、前評判も上々だ。アウトドアの専門誌に広告掲載できたそうで、すでに予約が入っている。そして新商品が発売すると、テレビでアウトドア好きの芸能人が紹介したらしく、人気に火がついた。しかし、それがいけなかったようだ。阿部は、15万件も予約が入ってる。これはビッグビジネスだ。と興奮している。俺も商品のレビューを見て、うちの部品の性能を褒められているのを嬉しく思っていた。だが、この後、阿部がとんでもないことを言い出す。ところで、この部品の金額、もう少し下げてくれないか？え、いや、採算が取れないので困りますよ。今回は最初から協力して新商品を作っていたこともあり、すでにほとんど利益がないくらい値下げしている。何度か押し問答をすると、阿部はため息をついた。そんなこと言っていいのか？どういう意味ですか？俺は内心ムッとして聞き返す。阿部はニヤニヤと笑って。田舎の工場のくせに、たかがこんな部品が高すぎなんだよ。田舎で土地代もかかってないんだから、なんとかなるだろ？と言い出した。田舎の工場はまだ我慢できたが、たかがこんな部品と言われ、俺は一気に頭に血が昇る。これは俺たち従業員の努力の結晶だ。他のところに部品を売れば買ってくれるところだっていくらでもあるだろう。でも俺はそれをせず、阿部の会社にだけ卸していたのだ。この商品は予約件数も多いし、他に卸していたら生産が追いつかない。他に卸していないのは阿部も知っているはず。しかし、もしかしたら阿部は、他には売れる場所がないから、阿部の会社が全部引き取っている、とでも思っているのだろうか。それなら強気に出るのもわかる。そして阿部は、金額下げられないなら、もっと安く作ってくれるところに頼むだけだ。いいんだな。と言ってきた。脅しか？まあ、性能抜きにして、見た目だけなら同じようなものを、いくらでも安価で作ることはできるだろう。だが、うちの部品は、そう安々と真似できるようなものではない。今回の部品は、特許申請もしたので、他では真似できない。説明したはずなのに、そんなこともわかっていないのか、と、俺は嫌気がさした。これ以上の値下げは無理です。俺がきっぱり言うと、阿部は笑う。そうかそうか。だったら、海外で大量生産するから、契約終了でいいぞ。その方が安くできるからな。なんとも上から目線な言葉に、俺は即座に合意した。そうですね。では、契約終了で。そう言うと、阿部はニヤニヤして、すでに納品された分は仕方ないので買ってやる。だが、今生産している分はもういらないからな。と言ってくる。俺はここで阿部の意図が読めた。実は15万件も予約されているから、工場をフル稼働させて部品を生産中なのだ。この部品を余らせて、うちに負債を抱えさせようという魂胆か。どうしてそこまで？と思ったが、次の言葉で確信した。これで田舎の工場とも縁が切れたよ。田舎者は態度がでかいんだよな。ただの下請けなんだから、口答えなんてせずに言われた通り作ってれば、こんなことにはならなかったのにな。要は、新商品を作るときに、
俺がいろいろ意見したのが気に入らなかったのだ。ビジネスというものを分かっていないんだろうか。俺は阿部の言葉には何も答えず、では今までありがとうございましたと淡々と挨拶をして阿部を追い出した。俺は従業員を集め、阿部の会社との取引が中止になったことを伝える。新庄社長、じゃあこの商品はどうするんですか？と不安そうに話す従業員。俺は、この部品は俺たちの自信作で特許だって申請している。他の業者に売り込んでも十分に話を聞いてもらえるものだ。と言うと従業員もうなずいた。この部品をあの会社にだけ使わせるなんてもったいないと思ってたんですよ。じゃあ生産はこのまま続けていいんですね。そう言われ、俺はこれから売り込みに行く。会社をリストアップする。商談が決まるまでは生産を抑えてほしいんだ。と伝えた。万が一過剰在庫になったらとんでもないことになる。弱気ではあるが、この工場を守るためだ。そう思っていたのだが、そこで湯山が口を開いた。いえ、生産は続けてください。俺は驚いて。どういうことだ？と湯山を見る。すると、湯山が説明を始めた。実は新商品が発売されるときにアウトドア業界のことをいろいろ調べたんです。そしたら世界シェア1位のアメリカの企業、皆さんも名前を聞いたことはあると思います。知ってますよね？湯山が挙げたその企業の名前は確かに全員が知っていた。そこの担当者と連絡が取れ、うちの部品に興味を持ってくれているんです。はあ？いつの間にそんな大きな話をしていたのかと俺も従業員も驚いた。湯山くん、英語できたのか？と俺が聞くと、湯山くんは、いえ、日常会話程度ですが、こちらの熱意は伝わっていますと胸を張る。一体どうしてそんな企業と？と他の従業員が聞くと、みんなが同じことを思っていたようで一斉にうなずいた。湯山は、いや、調べているうちに俺自身がアウトドアに興味を持っちゃって、アウトドアを始めたら一気に輪が広がったんですよ。で、知り合いの知り合いという人をたどっていったら、その企業の日本の取引先の人と会って、うちの部品に興味を持ったアメリカ企業の担当者が話をしたいと連絡をくれたんです。という。湯山の行動力には驚かされた。この数ヶ月でそんなことまでやっていたのか。新商品が発売したと同時に、この商品の部品を作っている会社に勤めている。と自慢したところ、その話が仲間内で一気に広がったらしい。この商品、知り合いの間でも評判良くて、すでに購入している人もいました。それで、あれよあれよと話が広まったんですよ。と、湯山は自慢げに言う。俺は、やるじゃないか！と、湯山の背中を叩くと、従業員からは拍手が起こり、湯山は照れくさそうに鼻をかいた。その後、アメリカ企業との商談はすぐに成立。今まで生産していた部品を、そのまま使えることになった。過剰在庫にもならず、それどころか生産数を増やすほどだ。そして阿部の会社の商品よりも耐久性を向上させ、アメリカ企業から新しい商品が発売された。その頃、阿部の会社の新商品は口コミの評価がある時を境に一変した。多分うちの部品で作った商品がなくなって海外製の激安部品に変わった頃だろう。性能が悪すぎる、表記と違う、詐欺だ、と。今まであんなに良かった口コミは悪評だけになったのだ。そんな時、阿部が工場に乗り込んできた。新庄、いるか？と、慌てた声が響く。阿部さん、今更何の用ですか？相手にはしたくなかったが、無視するわけにもいかず、対応することになる。阿部は、これどういうことだ？と、
アウトドア専門誌を持ってきた。そこにはアメリカ企業から発売された商品が記事になっている。うちの工場も取材を受け、機能や性能もきちんと紹介されているのだ。うちで出していた商品だろ？安倍が俺を問いただしてくるが、俺は首を横に振る。いいえ。これは耐久性もプラスしていますし、今までのものとは全く違います。安倍は、そんなの言い訳だろ！お前たちはうちの下請けなのに何勝手なことしてんだよ！と言うが、俺は反論した。あなたが勝手に契約を終了させたんでしょ？元請けだったのは昔の話。そう言って睨むと、安倍は俺の気迫に負けたようで、一歩後に引く。俺は続けた。生産中の大量の部品を抱えて、俺が何もしないと思っていたんですか？俺がその在庫をどうするか考えるのは当然のことですよね。うちは、ただ取引先を見つけただけのことです。安倍は口をパクパクさせ、だってこれ、世界シェア1位の企業だぞ。しかもアメリカの。どうしてそんなところとお前の工場が契約を？と言ってくる。俺は鼻で笑った。さあ、うちの部品の出来が良かったからじゃないですかね。安倍は悔しそうに唇を噛む。でもその部品を作ったのは俺のおかげで。俺はその話を遮った。は？アイデアはすべて俺たちで出したし、あんたはうちが下請けだからってこっちに丸投げしただけだろ。しかもより良くしようと意見しただけなのに、逆恨みされて、やりづらいことこの上ない。すると、安倍は言うことがなくなったのか。そんなことはどうでもいい。とにかく、うちにも部品を下ろせ。今すぐだ。と、話題を転換する。俺は、安倍を思いっきり憐れんで、何言ってるんですか。まあどうせ、うちと同じ部品を作れる工場がなかったんですよね。海外で大量生産するから安く仕入れるって言っていましたけど、あんた、あの部品の性能わかってんの？と言った。安倍は悔しそうな顔をしているが、あくまで上から目線だ。15万件も予約が入ったんだ。海外の工場なら大量生産で半額で仕入れられた。会社の利益を追う俺の判断は間違ってないだろ。俺は呆れながら、はぁ、と言うが、安倍は熱弁を始める。それなのにあいつら、粗悪品ばかり送ってきやがったんだ。おかげで商品の口コミは悪評だらけ。しかも、うちが生産工場を変え、海外の部品が使われているということも、どこからか漏れてしまったんだ。ちょうどそこへ湯山が来たので、俺が湯山に目くばせすると、湯山は首を横に振る。もしかしたら、湯山が生産工場を変えたことを外部に漏らしたのかと思ったが、どうやら違ったようだ。おそらく、安倍のことをよく思っていない。安倍の会社の人間がリークしたのだろう。うちが知らない搬入先の情報まで漏れていたそうなので、俺はそう思った。以前、安倍の部下がここに来た時に、安倍は部下のことを見下して顎で使っていたし、社内には安倍に恨みを持ってる人も多そうだ。だが、俺は安倍に同情なんてしない。あなたとの契約は終了したので、金輪際取引することはありません。あんたの気分で取引を決められるなんて冗談じゃないよ。俺がそう言うと、安倍は、何言ってるんだ。うちが使ってやってるって言ってるんだぞ。と言ってきたので、俺が反論しようとすると、湯山が口を挟んだ。安倍社長、いい加減にしてください。お宅に使っていただかなくて結構です。使ってやるとか、上から目線で何様ですか？あまりに突然のことで、俺も安倍も湯山のことを呆然と見つめる。湯山は続けた。うちの新庄社長があんたみたいな横暴な社長じゃなくて本当に良かったですよ。俺はこの部品の素晴らしさを知っているから、
あんたのところ以外に売り込める日を待ってたんです。あんたが契約終了したのはいいタイミングでしたよ。まだ30代の湯山にそこまで言われ、阿部は腹を立てる。この若造が!と言ったので、俺は止めに入った。そうなんですよ。うちの湯山は若いのに、世界シェア1位の企業との商談を持ってきたんですよ。優秀でしょ?だからもう御社との付き合いはなくて大丈夫です。俺がそう言って胸を張ると、さすがに阿部も諦めたようだ。覚えてろ。うちがもっといい商品を出してやるからな。と言って工場から出て行った。数ヶ月後、阿部の会社は倒産した。当然のことだ。15万件の予約のうち、半分も出荷できずに倒産したようだ。出荷した分も悪評ばかりで、対応に追われたらしい。湯山のアウトドア仲間が予約していて、実際の商品が使い物にならず問い合わせたら、その時は返金してくれたそうだ。だが、ネットでは返金してもらえない。電話がつながらない。との書き込みもたくさんあった。負債もなかなかのものになるだろう。これで、阿部との縁も完全に切れた。と思っていたのだが、なんと工場にまた阿部が現れた。新庄社長、助けてください。と、今までとは違う態度で言う。会社が倒産して、生活もできなくなり、家族にも逃げられました。なんとか就職しようと取引先を回ったのですが、どこも人手は足りていると雇ってくれず、こちらでなんとか雇っていただくわけにはいきませんか?大方、予想通りの頼みだったので、俺は即答する。無理ですね。阿部は驚いた顔で、どうしてですか?と言ってきた。俺はため息をつく。逆にどうして俺が、あなたを雇うと思ってるんですか?と聞くと、阿部は、そりゃ、今まで元請けとして仕事をしていた恩があるでしょ?と答えた。俺は笑う。だからこそ、無理なんですよ。そんな上から目線の従業員なんていらないし。他の取引先にもそんな態度だったから、どこも雇ってくれないんでしょ?なんなら、ご家族にもそういう態度だったから、ご家族も出て行ったんじゃないですか?本当の家族ならピンチの時こそ助け合うものですから。すると、阿部は青ざめて。今までの無礼をお許しください。と、頭を下げる。もちろん、許せるはずがない。そもそも阿部さん、ここは田舎の工場で、飯を食うところもないって文句言ってたじゃないですか。うちが最後の砦なのかもしれませんけど、一度頭を下げたからって、今まであなたが言ってきたことをなかったことにはできませんよ。職探し、頑張ってくださいね。そう言って、にっこり笑ってやった。阿部は、絶望した顔で座り込む。そこへ、湯山がやってきて。あ、そこ邪魔なんで、どいてもらえます?と、阿部に向かって言い、新庄社長、また増産が決まりましたよ。と報告してきた。阿部がこちらを恨めそうな顔で見てきたが、無視をしていると、そのうち立ち上がって工場を出て行った。さすがにもう来ないだろう。その後も、うちの売り上げは上々。予約待ちは世界で50万件にもなるそうで、忙しい毎日だ。評判も良く、アメリカ企業からも感謝されている。湯山がアウトドアに行くと、この商品を持っている人を見かけるようになり、嬉しいというので、今度、俺や他の従業員も連れて行ってもらうことにした。ここに来て、従業員の結束力がまた強まり、充実した毎日を送っている。役立たずの無能は新会社にはいらん。人件費削減だ。会社のお荷物は首にしてやる。専務が俺に向かい、声高に叫んだ。この人は前から俺のことを見下し、馬鹿にしていた。今までは逆らうことができなかったが、これ以上は我慢できそうもない。
俺は専務をまっすぐ見据えるとゆっくりと口を開いた。俺の名前は鈴木、27歳。そこそこの大手企業で働いている。俺は地元大学出身なのだが、偏差値は平均的で、全国的に有名な大学というわけではない。しかし、俺が入った会社は大手ということもあり、周りは高学歴が多かった。最初に配属された営業部は実力主義だったので、俺の出身大学を気にする人はいなかったが、この度配属となった総務部は、俺の学歴を気にする人が多いらしい。はじめまして、鈴木と言います。これからよろしくお願いします。配属初日、挨拶をした俺に帰ってきたのは、まばらな拍手だけ。俺の教育係になった先輩の笹原さんは、苦笑いを浮かべ、事情を話してくれた。総務部は高学歴の森部長が率いているから、部下たちも自然と学歴重視になるのよ。笹原さんはこの会社では珍しい高卒だ。親戚がその昔、この会社でまあまあの重要なポストにいて、縁故で入社したとのこと。彼女はシングルマザーで大変な思いをしていて、それを見かねた親戚が自社を紹介してくれたのだ。現在は別の男性と結婚し、私生活は落ち着いていると教えてくれたが、入社当時は縁故の低学歴だと周りから見下されることも多かったらしい。さらにうちは村田専務の影響力も強いの。専務の業務が総務の業務と被ることが多いのも理由の一つなんだけど、森部長と村田専務は同じ大学出身なの。村田専務は森部長以上の学歴主義よ。そうなんですか。俺は村田専務とまともに会話したことがないが、さすがに顔は知っている。もし俺のことを知ったらどういう反応をするのだろうか。村田専務は総務部に来ることが多いらしいので、なるべく空気に徹していようと誓った。しかし、ああ、こいつが例の新人か。はじめまして、村田専務。村田専務を避けようとしていたが、あちらの方から来てしまった。村田専務の横では、森部長がニヤニヤと笑っている。営業部ではそこそこの成績だったようですが、まあ、まぐれでしょうね。総務部では完全にお荷物ですよ。森部長は最初から俺に対してこんな調子で、俺が何をしてもケチをつけてきた。すみません。お荷物になるような仕事はしていないのだが、無駄に反抗すると倍以上になって帰ってくるので、反論することなく謝罪する。そんな俺を見て、村田専務は大げさなため息をついた。まったく。人事はたまにこういうやつを採用するよな。うちの会社に低学歴の役立たずは不要なのだが。その後も特に用があるわけではないのに、ネチネチと俺に絡み続ける二人。ようやく解放された後、笹原さんからお昼に誘われた俺はこんな話を聞いた。助けられなくてごめんなさいね。あれでもうちの会社の専務だから、逆らったら何されるかわからないのよ。申し訳なさそうに謝罪する笹原さんに、俺は慌てて手を振って返した。いえ、大したことないですから。鈴木くんはメンタルが強いのね。私は今の旦那との間に子供ができて、産休を取るときにあの二人にかなり嫌味を言われてメンタルをやられたわ。他の女性社員に対しては何も言わなかったのだが、笹原さんの時だけあの二人はネチネチと嫌味を言ってきたらしい。ちなみに笹原さんを入社させてくれた親戚はとっくの昔に退職済みなので、今の彼女はコネも権力も持っていないただの平社員だ。なんでそこまで学歴にこだわるんでしょうね。創設者や現社長が学歴を重視する人という理由もあるけど、
村田専務に関してはこんな噂があるわ。村田専務の父親はうちより規模は小さいが、とある会社の社長を務めていたらしい。その会社を継いだのは村田専務の兄。お兄さんは高卒だが、会社経営の才能があると父から認められ、後継者に選ばれたのだ。それまで村田専務は、兄より頭がいい自分が選ばれると信じていた。お父さんに裏切られたと思ったんでしょうね。それから学歴にこだわるようになったらしいわ。そういう複雑な事情があったとは知りませんでした。しかし、だからといって他人を馬鹿にしていい理由にはならない。息子が今年受験なんだけど、ずっと勉強漬けで大変そうでな。お前の時はどうだった？あ、そこまで真面目に勉強してないか。底辺差値の大学出身だし。村田専務は相談をするふりをして、俺の学歴をバカにしたり。これ片付けておけよ。この程度の雑務なら、お前みたいな低学歴でも簡単だろ。今日中に頼むわ。こちらの返事を聞くことなく、自分の雑務を押し付けてきたり。どうやら村田専務は、俺のことをストレス発散のサンドバッグ兼、都合のいい召使いとして認定しているようだ。森部長は出張が多いのでそこまで害はないが、会社にいることがほとんどの村田専務はわざわざ総務部に来て俺に絡んでくる。俺が困惑する様子を楽しんでいるらしい。あんな人が役員なんて、うちの会社はだいぶやばいのでは？八つ当たり気味にそう思っていた俺だったが、どうやら本当に業績がやばいことになっていたみたいだ。先日、うちの会社はとある別企業の社長に全株式を売却。我が社はその会社の傘下となり、経営回復に取り組むと発表があった。これに伴い、総務の仕事は急増。ここ数日の俺は、書類が大量に入った段ボールをあちこちの部署へ運んでいた。総務部で俺が一番若いという理由だけで、力仕事を押し付けられたのだ。そんな忙しい時でも村田専務は俺に絡んでくる。おやおや、忙しそうだな。力仕事がお似合いじゃないか。いっそのことを現場に転職したらどうだ？うちの会社の工場でちょうど空きがあるらしいぞ。ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべながら俺に絡む村田専務。いつもなら適当に相手をするが、今日は仕事が立て込んでいるので構っている暇がない。そうですね。すみません。僕ちょっと急いでいるので。そんな俺の態度が気に入らなかったのか、村田専務はイラッとした顔で俺の腕を乱暴につかんだ。おい待て。俺の話は真面目に聞け。しかし村田専務が乱暴に俺の腕をつかんだせいで、持っていた段ボールを落としてしまう。中に入っていた書類も散乱し、その束が村田専務の足に当たった。痛いな、気をつけろ。俺は忙しさもあり、イラッとして思わず言い返してしまった。荷物を持っていた僕を引っ張ったのは村田専務ですよね。俺の言葉に村田専務は一気に顔を赤くして怒りの表情になる。俺のせいだと言いたいのか？お前のミスで俺は足を怪我したんだぞ。いや、怪我なんてしてないだろ。と思いっきり呆れた表情を浮かべてしまった。それを見た村田専務はヒートアップ。通りがかった社員たちは一体何事だと目を丸くして俺たちを遠巻きに見ていた。謝罪もなしか。これだから低学歴は。役立たずの無能は新会社にはいらん。人件費削減だ。会社のお荷物は首にしてやる。この程度のことで怒りをあらわにするなんて、まるで子供みたいな人だなと思う。俺はこんな人に今まで素直に従ってきたのか。なんだか一気に全てがバカバカしくなり、気づいたらこう言い返していた。
奇遇ですね。僕も同感です。あ？この会社にとって誰がお荷物かもうすぐわかりますよ。ギャーギャーと騒ぐ村田専務を横目に、俺はさっさと散らばった書類を片付ける。そしてなおも絡んでくる村田専務を睨みつけ、クビにするならどうぞご勝手に、僕忙しいので失礼しますね。強めの口調でそう言い放ち、さっさとその場を後にする。これにはさすがに村田専務も驚いたようで、呆然とした表情で俺を見送った。そして翌日、俺と村田専務は役員会議の場にいた。村田専務はいつもの自分の定位置に、俺はこの度新しく株主となった大手企業のトップ鈴木社長の隣に立っていた。村田専務や現社長、他の役員から、なぜお前がそこにいるんだと言いたげな視線を向けられる。すると鈴木社長が唇を切った。それでは役員会議を始める。気になっている人もいるかと思うので先に言っておくが、こちらの彼には私のサポートをお願いした。気にせず会議を進めてくれ。俺は笑顔を浮かべ、役員たちに向けて軽く会釈する。まだ納得いかないと言いたげな役員もいたが、続いて発せられた鈴木社長の言葉に、彼らの顔は驚きへと変わった。さて会議を始めると言いたいところだが、とりあえず一旦役員は全員クビで。あ？気の抜けた声を上げたのは村田専務だ。他の役員たちは戸惑いの表情を浮かべたり、呆然とした表情をしている。社長、一体何をおっしゃっているのですか？すると鈴木社長は厳しい目を村田専務に向けた。この会社は学歴主義がはびこっている。私の会社にそのような考えは不要だ。実際複数の社員からクレームが出ているのでな。そう言いながら机に置いたのは厚みのある書類の束だった。この書類はすべて社員たちから寄せられたクレームだ。創設者や現社長が学歴主義だから社風がそのようになるのは仕方ない部分もあるかもしれん。しかしだからといって社員に対して嫌な思いをさせていい理由にはならんだろう。鈴木社長の厳しい声に、現社長や村田専務、学歴をネタに社員たちに絡んでいた役員たちが目を背ける。そんな役員たちを見て鈴木社長は俺の方に振り向き、小さくうなずいた。俺も鈴木社長、いや俺の父にうなずいて返す。そう、鈴木社長は俺の実の父親だ。父は国内トップ企業の社長を務めている。俺は次期社長になるべく修行のために父の会社ではない別の企業に就職した。しかしその会社が経営不振に陥り、父は会社を買収することに決定。うちは全国に多数の工場を持っており、業界内でも生産力が高いのが自慢なのだが、父はそれに目をつけ、いつか傘下に加えたいと思っていたのだ。そしてこの度全株式を買い取り傘下に加えることに成功。俺は父の下で小さい頃から教育を受けており、自分で言うのもなんだが、そこそこの成績を収めていた。そんな俺が地元大学に進学したのには理由がある。俺が高校生の時、母親が病気で倒れたのだ。長期の入院が必要になり、俺は病院の近くにあった大学に目をつける。この大学に進学すれば、何かあってもすぐ母の元へ駆けつけられるし、毎日お見舞いに行くこともできるだろうと考えたのだ。俺にとって学歴はそこまで重要視するものではない。父から必要なことはすべて学んでいたし、そこまでして大学にこだわる理由はないのだ。父も学歴にこだわる人ではなく、俺が母の近くにいるなら安心だと賛成してくれた。
ちなみに母はすでに完治し、今は元気に暮らしている。学歴を軽視するつもりはないが、この会社の学歴主義は異常だ。経営不振に陥った要因は様々なことが考えられるが、これまでの学歴主義は原因の一端を担っていると思い、俺は会社であったことを父に報告。実際この会社で働いている間、学歴のせいで実力のある人がチャンスを奪われていると感じた場面は多々あったし、高学歴の社員から馬鹿にされストレスを溜めている社員も複数いた。この環境は一新しなければと、俺は独自で社員に聞き込みを行い、余すことなく父に報告したのだ。特に村田専務。父に突然名前を呼ばれ、村田専務はびくりと肩を揺らした。君に関するクレームが多いな。中には君のせいで退職した社員もいるらしいじゃないか。こちらの社員にもパワハラをしていたという報告があるぞ。これに関しては俺が報告したものではない。あの時俺と村田専務のやりとりを見ていた他の社員が人事の相談窓口に報告してくれていたのだ。人事部長はこの会社には珍しくまともな人で、社員の報告をきちんとまとめて父に提出してくれた。だからといって役員を全員クビにするのは乱暴すぎますよ。村田専務が青ざめた顔で父に言い返す。すると父はうなずいて返した。まあ確かに乱暴かもしれん。ではどの役員に問題があるのか、今の時点で正確に判断できてないのでな。一旦全員を役員から解任して、その後に再編成を行うつもりだ。社内環境改善のためにみんな私に協力してくれるな。にこりと笑顔を浮かべる父に対して、まともな役員たちは力強くうなずいて返す。村田専務や問題のある役員たちは顔面蒼白でうつむいていた。そして会議終了後、総務部に戻ろうとした俺の肩を村田専務が乱暴に掴んだ。お前、一体どんな手を使った？村田専務の手を振り払い、俺は彼に向き直る。正当な方法を使っただけです。僕はあなたにパワハラを受けていた。それを叱るべきところに報告しただけですよ。相手は父親なので直接報告しましたとは言わないでおく。俺と父の関係がバレたらいろいろと面倒だ。村田専務のような人は次期社長である俺に取り入ろうとするだろう。あいにくそういう連中の相手をしている暇はない。お前みたいな低学歴が鈴木社長のサポートに指名されるわけないだろ。一体どんな汚い手を使った？俺があの場にいたのは高額のためにと父に呼んでもらったからだ。現時点で俺はまだ平社員で役員会議に参加する機会はない。これはいい機会だと思ったのだろう。俺と父は同じ苗字なのだが、よくある苗字のおかげで村田専務には親子であると疑われていないようだ。さらに俺は顔が母親似で父と全く似ていない。いや、村田専務は俺の顔のことなんて気にする余裕もないみたいだ。ともかくお前と鈴木社長につながりがあるなら俺のことをきちんと伝えておけ。伝える？何をですか？俺はお前にパワハラなんてしてないってことをだ。他の社員から出たという報告もお前の方でうまくもみ消しておけ。わかったな？これには思わず笑ってしまいそうになった。この人はこの後に及んでも俺に対して上から目線で命令してくる。なぜ僕がそんなことしなくちゃいけないんですか？いい加減分からせてやらなければと思い、あえて冷たい声で答える。あなたに恩があるならいざ知らず、僕はあなたから迷惑行為しかされていませんよ。あなたがクビになるならむしろ喜んで協力します。
俺の言葉に村田専務はキョトンとした顔を見せる。え？なんで？いや、こちらこそなんでですよ。今まで僕があなたに従っていたから今回も従うと思ったんですか？俺の問いかけに村田専務はキョトンとした顔のままうなずいて返す。俺はそんな村田専務にこれ以上ないほど盛大なため息で返した。あなたに従っていたのはあなたが権力を持っている専務だからという理由だけです。本気になれば僕みたいな平社員をクビにすることもできたでしょう。それが嫌で従っていただけですよ。俺の言葉に村田専務は徐々に顔を青くさせていく。じゃあ俺はこれからどうなる？鈴木社長は役員を全員解任して再編成すると言っていた。俺は会社に残れるのか？これに対し俺は首をかしげて答えた。さあどうでしょうね。しかし少なくとも今の立場は追われるのでは？パワハラで解雇するのは難しいでしょうが、それ相応の罰が下ると思いますよ。村田専務は俺以外にもパワハラをしていた。中には目を覆いたくなるような報告もある。僕としてはあなたに退職していただきたいですけどね。以前僕のことを役立たずの無能と言いましたが、あなたはこの会社にいるだけで害があります。僕よりよっぽどひどいですよ。村田専務は目を見開き絶望の表情で俺を見る。これから何が起こってもすべてあなたの自業自得です。あなたが招いた結果ですよ。この言葉がとどめになったのだろう。村田専務は力なくその場にへたり込んでしまった。この後、父の宣言通り役員は再編成された。現社長は会社を追われ、まともな副社長が新社長に就任。問題のある役員たちもこぞって立場を追われ、降格処分などの厳しい処罰が下された。中には自主退職という形で会社を追われた人もいる。村田専務もそのうちの一人だ。どういう方法を使ったの？村田専務はこれから息子さんが受験でお金が必要だから何が何でも会社に残ると思ってたよ。すると父は神妙な顔でこう返した。お前にはまだ早い。一体どんな手を使ったのやら。これからゆっくり父に教わろうと思う。村田専務の子飼いであった森部長も別部署に異動となり、俺のもとには平和が訪れた。被害者の一人であった笹原さんも働きやすくなったと喜んでいる。彼女はとても優秀な社員なので、長くこの会社で働いてほしい。これからも俺はこの会社で修行を積みながら、次期社長にふさわしい人間になるため、日々精進を続けるつもりだ。どうしても首が嫌と言うなら、息子に対して土下座をするんだ。それなら許してやる。社長は、コネ入社の息子に土下座をしろと言ってきた。俺はただ、社長の息子に仕事を教えただけだというのに。ありえない社長の言葉に、俺は転職を決意した。俺の名前はケータ。食品メーカーで営業している。入社して6年目の28歳だ。営業の仕事にも慣れてきて、成績が伸びてきた。俺が担当する主な取引先はスーパーである。契約を交わしたスーパーには、できる限り足を運んだ。商品の陳列の手伝いや、販売促進のイベントを行うためである。契約後もまめにフォローしてくれるからありがたいよ。店長たちからはそんな声をかけてもらっていた。仕事自体は楽しいものの、俺は転職を考えていた。それは会社に問題があるからだ。社長はワンマン傾向が強く、気分屋で感情的な人である。気に入らないことがあるとすぐにクビだと言い放つ。実際に社長の一言でクビになった社員が何人もいる。裏では感情コントロールができない無能だと囁かれていた。俺自身は社長との接点は少ない。
だが、社長のご機嫌取りをする上司に巻き込まれることはあるのだ。先日も課長から面倒ごと押し付けられた。社長のご子息が入社するんだ。付きっきりで指導を頼む。付きっきりですか？後輩の指導経験はあるが、一人に付きっきりということはない。社長からの命令でね。あとは頼んだよ。また面倒ごとに巻き込まれてしまったと思ったが、断る時間さえなかった。こうして俺は社長の息子の指導係になったのだ。翌日、社長の息子が朝礼で挨拶をした。皆川です。どうも。笑顔一つ見せずに、不愛想な様子が気になった。電話の取り方を教えるものの、メモを取ろうとしない。早速、電話がかかってきたので実践してみたが、やはりメモを取らず。はぁ、と、頼りない相槌を打つだけだ。俺は、名前などメモを取るように、と紙に書いて、皆川に見せる。しかし皆川は、では、と言って電話を切ったのだ。相手はどなただった？誰に用だって？いや、わかりません。声が聞こえなくて、とりあえず相槌を打ってごまかしました。俺の質問に、皆川は悪気もなく答えた。あ、いやいや、ちょっと待って。聞き取れなかったら聞き返す。相手の名前や要件をメモに取る。これらは、事前に教えたことだ。電話が壊れているから声が聞こえなかったんです。トイレ行ってきていいですか？皆川は電話のせいだと言い、さっさとトイレに行ってしまった。新人とは思えない言動に唖然としてしまう。俺はひとまずさっきの電話先が誰だったのか調べた。幸いにも着信履歴から得意先であるとわかる。こちらから電話をし、新人の非礼を詫びた上で、要件の確認ができた。俺は戻ってきた皆川に注意をする。電話は壊れていなかったぞ。言い訳する前に、まずは教えたことをやってくれ。注意を受けた皆川は赤くなった。言い訳を指摘されたのが恥ずかしかったのだろう。本当に電話が壊れていましたから！皆川が大声を出したものだから、同僚たちが何事かとこっちを見る。さっき確認したけど、問題なかった。失敗は誰にでもあるんだから、素直に認めた方がいい。俺は皆川を諭すように話す。状況を察した同僚が、プライドだけは一人前だな、とからかうような言葉をかけた。皆川はさらに真っ赤になり、黙ってしまう。その後はおとなしく言うことを聞いていたが、定時になると挨拶もせず、さっさと帰ってしまった。その新人ありえないね。俺の話を聞いた恋人は怒りを見せる。恋人の名前は真由美。真由美は美人で明るい性格である。得意先のスーパーで働いており、一目惚れした俺が交際を申し込んだ。結婚前提に付き合っているので婚約者である。社長の息子だからって甘やかすつもりはないけど、どう教えたらいいもんだか。ブツブツとつぶやく俺に。適当でいいんじゃない？まあ、ケイタは真面目だから、ちゃんと指導するんだろうけど。と、真由美は笑って言った。コミュニケーションを取れば、皆川との関係性も深められると信じていた。だが、俺の期待は翌日に打ち砕かれたのだ。指導係はお前か！朝、ずかずかと俺のデスクに来たのは社長である。息子に陰湿な嫌がらせをしたらしいな。壊れた電話を使わされて恥をかいたと言っていたぞ。部署内は騒然とするが、誰も俺をかばう者はいない。怒る社長に巻き込まれては自分の立場が危うくなると思っているのだろう。嫌がらせなんてしていません。彼が。言い訳をするな。お前は今日でクビだ。息子に恥をかかせたということは、俺に恥をかかせたのと同じなんだからな。
社長の言葉にその場が静まり返った。新人社員の言い分を信じた無能社長が俺に解雇通告をしたというわけだ。自身の感情で解雇通告するだなんて明らかな不当解雇である。さらに社長は土下座を強要してきた。どうしても首が嫌というなら、息子に対して土下座をするんだ。それなら許してやる。社員に土下座を強要するトップなんて、ありえない。もともと転職を考えていた俺は、これで辞める決意ができた。土下座する意味がわからないので、辞めます。へえ、一人辞めたくらい、痛くも痒くもない。お前の担当は息子が引き継ぐ。挨拶回りをしておけよ。社長はそう言うと去っていったのだ。同僚たちから同情の目を向けられるが、俺はもう覚悟ができた。皆川は体調不良だと言って、午前休みを取っている。午後出社したら、社長の命令通り、すべて引き継ぎをしてやろうと思っていた。最近は、決まった得意先を回る程度なので、そこまで仕事量は多くない。引き継ごうと思えば、皆川一人でも担当できるだろう。もちろん周囲のフォローは必須だろうが。そして午後、皆川は何食わぬ顔で出社した。俺の顔を見るなり、父さんがクビだって言ったそうですね。なんかすみませんね。と言ってニヤッと笑ったのだ。俺は皆川の態度にイラッとする。だが、ここで怒って叱りつけては、また社長が飛んでくるかもしれない。面倒事はごめんだと思った俺は。お前のおかげで転職する決意ができたよ。ありがとな。と、嫌味を込めて言ってやった。そして、皆川を連れて、受け持ちの得意先を回ることに。退職する意向を伝えると、どの店長も残念だと言ってくれた。今後の担当だと、皆川を紹介するが、本人は気だるそうな態度だ。挨拶中に大きなあくびをしている。店長の中には明らかに怪嫌そうな表情で皆川を見る者もいた。まだ新人ですから、一人で担当することはないと思いますので。俺はフォローの言葉をかけるたびに、冷や汗をかく。最後に回った店舗は、真由美が働くスーパーだ。店長に挨拶しに行こうとすると、たまたま真由美が顔を出した。お疲れ様です。真由美は俺たちに笑顔で挨拶をする。すると皆川が突然笑顔になった。今度から担当する皆川です。これからよろしく。美人な真由美を前に態度が豹変した皆川。真由美は苦笑いをしてそそくさとその場を後にした。皆川がやる気を出して自ら挨拶をしたのはこの時くらいだ。あとはずっと気だるそうにしているかスマホをいじっていた。挨拶回りから会社に戻り、今度は事務作業を教える。半日で一気に詰め込んだものだから皆川の脳内はパニックだろう。考えるのを放棄しているのか、たまに固まっていた。するとそこへ再び社長がやってくる。得意先への挨拶は終わったようだな。君は引き継ぎ資料だけ残してさっさと消えたまえ。息子は優秀だから問題ない。本当にいいんですよね。息子さんにすべて任せても。俺は社長と皆川を交互に見て言う。皆川は少し困惑した表情をしていた。だが反対に、社長は自信満々だ。当たり前だ。俺の息子だぞ。遺伝子がお前とは違うんだ。社長に呆れた俺は、淡々と退職準備を始めた。こうして俺は、あっけなく会社を辞めたのだ。会社を出る間際、皆川に声をかける。仕事ができるふりをしていても、いつかバレるんだからな。俺の言葉に何か思うことがあるのか、皆川はうつむいていた。
退職報告のため、真由美に電話をかけると。やめたの？やったじゃん！そう明るく言われたので、退職は正解だったなと思った。これからは新たな道でも頑張ろうと気合を入れ直したのだ。それから数日後、俺の電話に何件も着信が残っていた。電話をしてきたのは元会社のようだ。あまりの鬼電に何事かと思い、電話に出てみた。得意先から苦情が殺到中だ。今すぐ対応しろ。早く戻ってこい。元社長の声はパニック状態だ。電話口から言い争う声も聞こえる。課長、君はちゃんとフォローしたのか？もちろんしました。ですが、皆川くんの態度がひどすぎて。言い争っているのは元社長と元課長のようだ。皆川の得意先への態度は、真由美を通して聞いていた。お客様から商品問い合わせを受けた店長が、皆川に確認の電話をした。すると皆川は、俺は知らないんで、とガチャ切りしたのだとか。皆川の態度に、店長は激怒した。そして契約をやめたいと元会社に電話をしたようだ。態度が悪いだけでなく、納品数や品物の誤配送も多いと聞いている。他店でも同じようにやらかした結果、苦情が殺到しているに違いない。お前が受け持っていた得意先、どうなっているんだ？とにかく、さっさと会社に来て説得しろ。数日前に解雇しておいてよく言えるなと思った。すでに社員ではない相手に命令できる神経を疑う。俺はもう退職した身なので、行く義務はありません。それに俺、その会社にスカウトされて転職したので無理です。俺が笑って言うと、はっと電話口から聞こえた。スカウトってどういうことだ？元社長に聞かれたので、俺は説明する。以前からうちで働かないかと得意先のスーパーから声がかかっていた。大手チェーン店である得意先は人手不足が深刻な問題らしい。そこは真由美が働くスーパーでもある。大手というだけあって給料も福利厚生もしっかりしていることは分かっている。今度新たに店舗を出店するらしく、いずれそこの店長を任せたいと言われていた。だが俺は店長経験などないからと言って断り続けていたのだ。解雇通告を受けた真由美に報告すると、すぐに先方から声がかかった。あなたは人当たりが柔らかい上に忍耐強い人だと聞いています。こまめに店舗へ足を運び、現場の人間とも信頼関係を築いていたようですね。仕事の経験は今後研修や実務で補えます。だからぜひうちで働いてみませんか？得意先のスーパーの店長が本社の人事部に俺を紹介してくれたのだ。こうして退職して数日の間に次の仕事が決まり、真由美が働くスーパーとは別の店舗での研修が始まった。もともと商品陳列などの知識はあったので、実務を行うのは楽しい。俺はすでに転職していますので、得意先への対応は皆川くんにしてもらってください。俺は転職した経緯まで説明をしたが、元社長は再び怒鳴り声を上げた。ふざけるな。お前が最後まで責任持って仕事しないのが悪いんだ。息子は優秀だから問題ないとおっしゃっていましたよね。俺は責任持って最後の引き継ぎは行いました。それに、得意先からの苦情は皆川くんの態度が問題なんですよね。だとしたら、親として、社長として、謝罪に行かれてはどうでしょうか。俺の言葉に元社長は、ぐっと言葉を詰まらせる。さらに、俺は畳みかけた。ところで、予告なく解雇したわけですから、解雇予告手当を振り込んでくださいよ。あと明らかに不当解雇だと思いますので、徹底的に戦いますから。息子に恥をかかせたからクビだなんて、身勝手にも程がある。転職先の人事に、
前職での扱いを相談すると、弁護士を紹介すると言ってくれた。大手というだけあって、労働関係に強い弁護士がいるようだ。今はまだ研修が始まったばかりで忙しい。落ち着いた頃に元社長を訴えるつもりでいた。不当解雇だと？生意気なんだよ。元社長はそう言って一方的に電話を切った。これで当分は静かになるだろう。ところで苦情騒ぎの本人である皆川はどうしているのだろうか。俺は気になったので元同僚に連絡をした。あの時かばえなくてごめんとまず謝ってくれた元同僚。そして皆川は出勤していないと教えてくれた。仕事を人に任せて自宅でのんびりしているのだろうか。父親が甘やかして育てた結果だなと思った。だがこの後、俺は意外なところで皆川と再会する。数日後、怯えたような声で真由美から電話が入った。変な人に後をつけられているみたい。たまたま仕事が休みだった俺は急いで真由美を迎えに行った。コンビニで待つ真由美に声をかけようとすると、近くに見覚えのある顔を見つける。フードを深くかぶっているが、皆川だ。なんであいつが？俺がつぶやいた瞬間、皆川は真由美に声をかける。自分のスマホの画面を見せているようだ。真由美は怯えた表情をしている。おい、何してるんだよ。俺は皆川の肩をぐいっと掴む。あんだよ！なんで？皆川は間抜けな声を出したかと思うと呆然としている。俺は真由美が青ざめていることに気がついた。この人のスマホに私の家が映ってた。それに職場の休憩所の写真も。その言葉にゾッとする。皆川にどういうことか説明しろと迫った。すると逆に質問をされてしまった。なんで先輩が真由美さんと一緒にいるんですか？なんでって、俺の婚約者だからだよ。俺の言葉に、愕然とした皆川は大声を出す。婚約者がいたのかよ！もうストレスで限界だったんだ！父さんは俺ならできるってプレッシャーかけるし、得意先は前任者はこうだったのにってうるさいしさ、可愛い彼女でもできればストレス解消になると思ったのに。よほどストレスでも溜まっていたのか、不満をぶちまける。かと思いきや、突然走ってコンビニを出て行った。俺は、真由美の働くスーパーの店長に相談して、防犯カメラを確認してもらった。すると、皆川が従業員の休憩所に入り込む姿が映っていたらしい。休憩所には鍵がかかっていないらしく、誰でも入れる状態だった。店長はすぐに警察へ相談。皆川は建造物侵入容疑で事情聴取されることになった。ここからはストーカー被害に遭った真由美から聞いた話だ。皆川のスマホには真由美を隠し撮りした写真がいくつもあったらしい。皆川は従業員の休憩所に入ってはシフトを確認していたのだとか。真由美に写真を見せたのは自分の好意を示すつもりだったと言っていたようだ。真由美はストーカーの被害届を出すことにした。近隣の防犯カメラの映像から皆川が逮捕されるのは間違いない。元社長は示談にしようと真由美の家を訪れていた。俺は婚約者として真由美の両親と一緒に示談の場へ同席。元社長は、なんでお前がいるんだ？と驚いていたので婚約者だと説明した。真由美は示談に応じなかった。職場に侵入したのも、身勝手に追い回されたのも許せなかったからだ。元社長は息子の人生に傷をつけたくないと土下座していた。それはあなたの都合であり、被害者の気持ちを考えていないですよね。皆川だっていい大人なんですから、自分で責任を取らせたらどうですか？あなたがいつまでも子離れできないから、皆川は成長しないんですよ。俺はつい感情的になって言ってしまった。
元社長は諦めたのか、うなだれて帰っていったのだ。こうして、皆川は建造物侵入とストーカー規制法違反で逮捕された。判決にはまだ時間がかかるが、前科持ちとなれば、今後の就職に影響が出るだろう。そして元社長は、身内の不祥事に加えて、これまでのパワハラが公になり、解任となった。パワハラが公になったことで、これまで不当解雇された社員が声を上げた。不当解雇に関して、俺だけでなく多数の社員から訴えられているようだ。自業自得なので同情の余地もない。俺はきっちり解雇予告手当を受け取っていた。不当解雇もこれから訴えるつもりである。真由美は明るく振る舞っているが、ストーカー被害に遭って怖かったはずだ。だから俺たちは入籍し、一緒に暮らすことにした。俺は新たな仕事でも成果を出し、真由美を守っていこうと覚悟したのだ。せっかく大物とお近づきになれるのに、部下に中卒の底辺がいては俺の評価が下がる。明日、結婚式を控えている部長が俺に言い放つ。いくらなんでも言っていいことと悪いことがある。結婚で浮かれているとはいえ、これは許せない。呆然とする俺を笑う部長の声を聞き、俺は仕返しの決心を固めた。俺の名前は夏川。35歳の会社員だ。中学卒業から今の会社で営業として働いている。だから年齢に反して、俺の勤続年数は20年と長い。わけあって施設で育ち、俺は高校進学よりも自立を選んだ。施設の職員には進学に関して様々なサポート制度などを教えられた。俺は決して成績は悪くなかったし、今のご時世、なるべく学校は行った方がいいというのが職員さんの考えだった。しかし、俺は早く施設を出たいと考えていたのだ。就職活動は難航したし、ようやく内定をもらえて就職したものの、最初はわからないことが多く、叱られることが多かった。少しずつ成果が出てきて、今はとにかく仕事が楽しい。同僚たちともうまくやれてると思っている。ただ一人を除いては。その人物というのが、今度結婚式を控えている俺の上司だ。俺たち営業部の部長で、名前は田辺という。俺が入社した頃はまだ役職も特にない先輩の一人に過ぎなかった。田辺は問題点の多い上司だ。仕事はできるから出世したのだろうが、部下の俺たちに対しての当たりが強いのだ。自分より上の立場の社員や営業先相手にはものすごく腰が低いのに、俺たちには何をしても構わないといった考えらしい。くそ、得意先だからってむちゃくちゃ言いやがって。おい、お前らがだらしないから舐められるんだ。だから上司の俺まで嫌な思いをするんだぞ。わかっているのか。取引先にヘコヘコしていたと思ったら、こんな調子で俺たちに八つ当たりする。最悪の場合は暴言だけでなく、しばらくねちっこい嫌がらせが続くのだ。特に中卒の俺に対しては露骨に態度が悪い。中卒のお前が正社員として働けるだけありがたいと思え。と言い、他の同僚たちよりも八つ当たりや暴言のターゲットになる頻度が高かった。世渡りがうまいタイプなのかもしれないが、俺たち部下からするとたまったものじゃない。それでも田辺の取引先への気配りは完璧で、見ていて勉強になるのも確かだった。俺たち部下は田辺が嫌いだったが、そういった仕事のテクニックを見て学んでいたのだ。だからこそ尊敬するとは言えない田辺相手でもギリギリのラインで耐えられていたのかもしれない。お前たち、結婚式の余興は頼むぞ。そんな田辺が結婚報告をしたのは今からおよそ1年前。田辺は過去に一度離婚を経験しているので再婚だ。俺たちは突然の報告に驚いたが、田辺を祝福した。いくら嫌いな上司とはいえ、幸せそうな顔を見ていると、純粋に祝福したい気持ちになる。はい、
任せてください、田辺部長。余興を頼む田辺に、俺は笑顔を返す。そんな俺を見て同僚たちが、お人よしと言って笑ったが、それはそれ、これはこれというやつだろう。こうして時は流れ、結婚式の日は目前まで迫っていた。突然田辺から電話が来たのは、結婚式の前夜のことだ。田辺部長、どうされましたか？俺が不思議に思いながら電話に出ると、田辺は興奮した様子だった。夏川、聞いてくれ。実は急遽大物ゲストが俺の式に来てくれることになったんだ。え？田辺の話を要約すると、うちの取引先の社長、井口社長が、ぜひお祝いに出席したいと言ってくれたそうなのだ。しかも、この界隈では名の知れた大きな会社の社長である。実はな、俺の結婚相手の母親と井口社長が知り合いだったんだよ。いやー、こんな偶然ってあるんだな。田辺の結婚式と披露宴は、花嫁が母子家庭なので母親と田辺の親類、営業部の人間、そしてごく親しい友人のみで行われる予定だった。そのため、結婚相手の母親の友人という立場の井口社長には招待状は出していなかったらしい。だが、田辺の結婚相手の母親から結婚式の話を聞いた井口社長がぜひ参加させてもらえないかと田辺に頼んできたのだとか。井口社長にとって田辺の結婚相手は娘のように可愛がっていた存在らしい。相手が相手というのもあり、田辺は断りきれなかったに違いない。いや、外面がいい田辺にとって断る理由はなかっただろう。ですが式は明日なんですよ。よく都合がつけられましたね。席に限りがあるし、急な欠席者でも出たのだろうか。そんなことを考えながら俺がそう言うと、田辺はそれなんだがと真剣な口調になる。俺はこの時点でなんだか嫌な予感がしていた。業界一位の取引先社長が来るんだから何を置いても優先すべきだろ？ああ、中卒のお前は他人でよろしく。せっかく大物とお近づきになれるのに、部下に中卒の底辺がいては俺の評価が下がるってもんだ。案の定、田辺の口から無情な言葉が放たれる。つうか俺、ずっとお前のこと嫌いで仕方なかったんだよな。中卒の底辺は一生バイトでもしとけっつうの。さらにはこんな暴言まで出て、俺は頭を抱えた。世の中の中卒すべてに謝罪してほしい。やむを得ない事情で進学を諦めたり、自らの意思で就職を望む人たちだっているのだ。俺は人一倍努力を重ねてきたと思っている。実は今まで昇進の打診も何回か来ていたが、その度に部長の田辺がまだ早いと俺に考え直させていた。それもこれも中卒の俺が評価されるのが気に食わないという。くだらない田辺の市場だったという。一連の田辺の言葉に俺はショックを受けた。頭がクラクラしてうまく言葉が出てこない。そんな言い方ひどいじゃありませんか。それに余興もあるんですよ。それはどうしたら。俺が戸惑いながら言うと、田辺は笑いながら言う。だから、お前は明日、俺とは他人なんだって。お前の席が空く分、井口社長の席を作ればいいだけだ。あ、でも、確かに余興の件があるな。じゃあお前には、式場の隅っこにパイプ椅子を用意しておいてやるから。田辺の下品な笑い声に、俺は意識が遠のきそうになる。嫌いな上司とはいえ、今まで反面教師として学んできたのは事実だ。今回、余興を引き受けたのだって、断れば他の同僚にしわ寄せが行くからだ。無関係の花嫁が悲しい思いをするのも気が引けた。それなのに、と俺は拳を握る。明日の結婚式で精一杯お祝いして、最低限でも感謝を示そうと思った俺がバカだったようだ。この瞬間、俺の中である決意が固まった。俺が何も言わないのをいいことに、田辺は勝手に話を進めていく。じゃあ、そういうことでよろしく。
ご祝儀出して余興だけやったらお前はさっさと帰れよな。ブツッと無情な音とともに田辺との通話が切れる。俺は無表情でスマホを見下ろし、ややあって口元に笑みを浮かべた。せいぜい明日を楽しみにしていればいい。俺は心の中でつぶやき、スマホの操作を始めた。結婚式当日、俺は予定通り式場を訪れていた。俺は心を無にして田辺の言っていた通りに振る舞う。そういうわけで誰かに話しかけられても無視に近い態度を貫いていた。俺は一切田辺とは関係ない他人。じゃあ他人がなぜ結婚式に出ているのかという矛盾に俺は心の中で苦笑した。俺は同僚たちと行動を共にしていたのだが、いきなり田辺に呼び止められる。おい、夏川にお前ら一体どういうつもりだよ。人の目を気にしてか少し声のトーンを落としているが、かなり焦った様子だ。俺たちが無言で首をかしげてみせると、痺れを切らしたように田辺は俺の腕を引き、新郎用の控え室へと引きずっていく。同僚たちも一緒に控え室へと入ると、花嫁とその母親、そして例の大物ゲストの井口社長が困惑した表情で俺たちを見ていた。田辺は花嫁たちの手前、よそ行き用の言葉で俺たちを叱りつける。君たち話は聞いたよ。何でも井口社長や他のゲストの方々の挨拶を無視しているらしいじゃないか。大人としてあるまじき行為だよ。きちんとご挨拶しなさい。言葉遣いこそ丁寧だが、表情はかなり引きつっている。だが俺たちは何も言わず、冷たい視線を返すのみだ。君の部下たちは一体何を考えているんだね。こんなめでたい日に。井口社長も不快さをあらわにしてため息をついた。花嫁も困惑しているのか、おろおろと眉を下げている。田辺はしつこく同じ内容を繰り返すが、俺たちはひたすら沈黙を貫く。さすがに余裕がなくなったのだろう。田辺は普段の調子で声を張り上げた。お前らいい加減、取引先に挨拶しろ。俺の顔に泥を塗るつもりか。俺と同僚たちは顔を見合わせうなずき合う。ここでようやく俺は口を開いた。申し訳ありません。田辺部長の指示を忠実に守っていただけなのですが。な、俺の発言に田辺は目を見開く。どういうこと？花嫁と親族はさらに混乱した様子でつぶやいた。田辺は表情で、言うな、と俺たちに訴えている。君、夏川くんと言ったね。どういうことか聞かせてくれるかい？そんな田辺をよそに、井口社長が尋ねたので、俺は説明することにした。俺は昨夜、田辺から一方的に電話を切られた後、すぐにメッセージアプリを開いた。電話しても出てくれないと思ったのでこちらで失礼します。一方的に電話してきて、中卒だから明日は他人だなんていくらなんでもあんまりです。と送ったのだ。少ししてから田辺から返事が来る。業界一位の社長が来ると話しただろ。少しは空気読めよな。中卒の底辺のくせに余興をやらせてもらえるだけありがたいと思え。と、身勝手にも程がある文章だ。さらに田辺の発言は続く。ああ、それからご祝儀は10万で頼むぞ。中卒のお前を部下として面倒見てやってきたんだ。それくらい当然だろ。3万や5万じゃ納得しないぞ。そういうわけだから、もう俺は寝る。明日は大切な結婚式だからな。締めに、ざまあ、と笑う表情のキャラクターが送られてきて、メッセージのやり取りは終了した。やり取りというか、一方的に田辺がまくし立てた感じだが。ともかく俺は、そのメッセージを速攻でスクショして、結婚式に出席する同僚たちがいるメッセージグループに送信したのだ。もちろん、直前に電話で言われた内容の説明も添えて。え、部長マジで言ってんの？これはさすがにひどすぎる。同僚たちは俺の話を信じてくれた。
田辺がメッセージ中、俺の発言を否定していないのがいい証拠だ。そこまで言うなら望み通りにしてやろうと思っているんだ。俺のメッセージを同僚たちも肯定してくれる。夏川が他人だって言うなら同僚の俺たちだって同じだよな。その通りよ。同僚たちは怒りをあらわにし俺を慰めてくれた。何せ余興の準備は俺が率先して動いていたのを知っていたからだ。一番辛く当たられていた夏川が一番祝福してくれてたのに、ほんと田辺部長ってどうかしてる。同僚の一人がこう言ってくれた時は思わず涙ぐんでしまったほど。こうして俺たちは心を無にして結婚式に参加したのだ。俺が語り終わると全員ドン引き状態だった。嘘でしょ？あなた自分の部下になんてひどいことを。田辺さん、あなた部下は家族のような存在だって娘に言っていたそうじゃありませんか。花嫁とその母親に言われ、田辺は弁解する。違うんだ。だって井口社長がいらっしゃるから。田辺は必死に花嫁をなだめようと言い訳するが、井口社長がその言い訳を了断した。参加が無理ならそれでいいと言っておいたはずだよ。君の方から席がちょうど空いているのでと言うからお言葉に甘えたんだ。それに祝福するために頑張ってくれていた部下に対し、他人として振る舞えなど、ありえん。俺たち田辺の部下に向けられていた不審の目が田辺に集中する。田辺はまさか俺が暴露すると思ってもなかったらしく、口をパクパクさせて言い訳しようと必死だ。夏川くんが他人なら、同じ部下の私たちも他人として振る舞うべき、そう考えてのことです。同僚の発言に俺が続く。他人として出席するくらいなら欠席をとも思いましたが、それでは田辺部長がメンツを潰されたとお怒りになるかと思いまして。それに私はご祝儀10万を要求されていましたから。俺は言いながら、例の田辺のメッセージのスクショを井口社長らに見せた。みるみるうちに井口社長や花嫁の顔が不快感で歪んでいく。完全に形勢逆転だ。私が中卒なのは事実です。ですが、人一倍努力してきました。それは、長年私を見てきた部長ならご存知のはずです。今回の田辺部長の発言には心底失望しましたし、悲しかったですよ。俺は思っていたことを告げると、同情したように花嫁たちがうなずいていた。井口社長が俺たちに深く頭を下げる。申し訳なかった。私が急に参加したいなどと言ったせいで、関係ない君に嫌な思いをさせてしまった。いえ、井口社長のせいではございません。田辺部長がいい顔をしたいばかりに、こちらこそ申し訳ございません。俺がそう言うと、田辺は何をと声を張り上げる。もはや、上辺を取り繕う余裕もないようだ。普段俺たちに接している口調で、部長は俺の胸ぐらをつかんだ。夏川てめえ。周りが止めようとした時にはすでに遅く、田辺は感情に任せて俺の頬を殴っていた。ぐっ。俺が頬を押さえてうめくと、夏川。同僚たちが俺に駆け寄り、田辺を睨んだ。田辺もハッとした表情で自分の拳を呆然と見つめている。花嫁と母親は恐怖と軽蔑にまみれた表情だ。田辺くん、君という男は。井口社長が田辺を押さえつけながら怒鳴った。全部自分が招いた事態だというのに暴力まで振るうとは。花嫁は泣き始め母親と抱き合っている。私、結婚をやめるわ。そうね、こんな人のもとへ娘を嫁がせたら何をされるかわからない。花嫁が母親と一緒に退出しようとすると、田辺は真っ青になってすがりついた。ちょっと待ってくれ。今のは、その、普段の俺とは違うんだ。これは、あいつが、夏川がそうさせただけで。花嫁はきっと田辺を睨む。あなたが部下の方を大切にしていたら起きなかったことだわ。
席を入れる前にあなたの本性が分かってよかった。部下の皆さんには感謝しないと。花嫁が言うには、田辺とは式の後に婚姻届を出そうと決めていたそうだ。再婚とはいえ、いい人と縁ができたと思っていたのに。式のキャンセル代は田辺さん、あなたに持っていただきますからね。花嫁の母親も言い、花嫁と退出した。極めつけに井口社長が、御社とは今まで取引してきたが、見直さねばならんようだな。と言ったことで田辺はノックダウン。私も治療費を請求しますから。それからこの件はすべて上に報告させてもらいますね。俺がにこやかに言うと、同僚たちも声を揃えて同意する。こんなはずじゃ。田辺はその場にへたり込み、花嫁が出て行った扉を呆然と眺めていた。後日、田辺は会社を去って行った。俺と井口社長の訴えで、上は窓際部署へ移動を命じたのだが、田辺のプライドが許さなかったらしい。やけになった田辺が再度俺に突撃して騒ぎを起こしたため、最終的にクビになったのだ。つい先日までは、この世の春と言わんばかりに浮かれていたというのに、天国から地獄とはまさにこのことだ。一方で、俺は係長へ昇進が決まり、今でもバリバリ仕事をしている。井口社長は、田辺がいないのならと考えを改め、取引をやめることはなかった。田辺は婚約破棄の慰謝料、結婚式のキャンセル代、それから俺への治療費、慰謝料と支払いまみれだ。今はどうしているか知らないが、今まで人を馬鹿にしていた分、反省して過ごしてほしい。仕事できない中途入社は目障りなんだよ。首か左遷を選べ。俺に向かってそう叫んだのは、先日入社してきた社長の息子だ。ここで下手に言い返したら、さらに面倒なことになると、俺は自ら退職を選択。しかしこの後、社長の息子は自分のしたことを一生後悔する羽目となった。俺の名前は小沢、28歳。俺の妹は耳が聞こえず、そんな妹とコミュニケーションを取るため、自然と手話を身につけた。大学を卒業した後は、妹のように耳が聞こえない人をサポートするボランティア団体を運営する会社に就職。しかし給料はあまり高くなく、20代後半になってもなかなか実家から出られなかった。低いお給料は将来困るでしょう。別の職場を探したら。母からはそう言われたけれど、妹のように困っている人を助けるこの仕事が俺は好きだった。ところがある日、突然母が倒れてしまい、多額の治療費が必要となってしまう。父の給料だけでは足りなかったため、今の仕事を辞めて、もっと給料が高い会社に就職することを決意。転職先は元の仕事先の人が紹介してくれたおかげで、スムーズに転職することができた。そして俺は28歳で、とある会社の営業部に中途採用されることとなる。君が小沢君か。これからよろしく頼む。わからないことがあったら何でも聞いてくれ。ありがとうございます。営業部のトップである鈴木部長をはじめ、営業部の人たちはみんないい人で、俺はすぐに新しい職場に馴染めた。この調子なら大丈夫そうだな。営業の仕事はかなり大変だけど、俺には向いているようで、大変だけど充実した毎日を送っていた。そして中途入社から半年後、この春、うちの営業部に注目の新人がやってくることとなった。はじめまして、西田です。社長と同じ名字なので、下の名前で浩二って呼んでください。笑顔を浮かべて挨拶をしたのは、我が社のトップである西田社長の息子、西田浩二君だ。初対面の浩二君は爽やかな青年という印象だったのだが、徐々にその化けの皮が剥がれていく。こんな面倒な仕事、俺にやらせるつもりですか？ご存じないようですけど、俺、次期社長なんですよね。正式発表はまだですけど、
父さんは俺を二代目社長にするためにこの会社に入社させたんですよ。ちょっとした仕事を頼んだ鈴木部長に信じられないことを言う浩二君。鈴木部長も俺たちもそんな浩二君を呆然と見るしかできなかった。浩二君のわがままは加速していき、やがて周りを見下し馬鹿にするような発言が増えていった。父さんは俺を溺愛しているから、俺の言うことは何でも聞いてくれるぞ。自分の思い通りにならないと、そんな脅し文句を使い、相手を屈服させようとする。さらに厄介なのは、浩二君は父親である西田社長の前では言いこぶっているのだ。次期社長になるための修行は大変だろうけど、頑張って励めよ。ありがとう、父さん。西田社長はたまに浩二君の様子を見に営業部へやってくる。そんな父親に対して、浩二君は真面目に仕事をしているふりをするのだ。息子の演技にすっかり騙されている西田社長に、俺たちが下手に口出しすることはできない。どうすることもできず、俺たちのため息ばかりが増えていく毎日を送っていた。そんなある日のこと、その日、俺は営業部の同僚と取り留めのない雑談をしていた。そういえば、妹さん元気？ええ、元気ですよ。この前新調した補聴器の調子が良くて、仕事がしやすくなったと言ってました。妹の耳が聞こえないことは、営業部の人たちは全員知っている。しかし、うちにやってきたばかりの浩二君には教えていなかった。あんたの妹って耳聞こえないの？俺たちの会話を聞いていた浩二君が無遠慮に会話に入り込んできた。ちなみに彼が敬語を使っていたのは最初だけで、今は俺たちに対してタメ口だ。俺は思わず顔をしかめそうになるのをこらえて、浩二君にうなずいて返した。うん、そうだよ。とは言っても完全に聞こえないわけじゃなくて、補聴器があれば少しは聞こえるけど。すると浩二君の顔がにたりと歪んだ。お前、社会不適合者の家族かよ。ウケるんだけど。ウケる？何が面白いのだと驚き、思わず聞き返してしまった。浩二君は歪んだ顔でケラケラと笑い、俺を指さしてくる。よし、決めた。お前、今日から俺のサンドバッグな。え？社会不適合者の家族なんて、本人と同じレベルの底辺だろ。サンドバッグにはうってつけだな。可愛がってやるから、楽しみにしておけよ。そう言い、嫌な笑みを浮かべる浩二くん。そんな彼の顔を見て、俺の体中から血の気が引くのを感じた。そしてこの日から、彼の宣言通り、俺は浩二くんのサンドバッグになってしまう。嫌味や嫌がらせは日常茶飯事で、浩二くんのパシリに使われることもあった。おい、飯買ってこい。コンビニ弁当じゃなくて、有名店の高級弁当を買ってくるんだぞ。次期社長の口に入るものはそのくらい上等じゃないとな。仕事中にもかかわらず、浩二くんの命令があれば、それを優先させなければならない。しかし俺は仕事が早い方ではないので、浩二君の妨害のせいで仕事は溜まっていく一方だ。もたもたと仕事をしている俺を見て、浩二君は心底楽しそうな顔でこう言う。社会不適合者の家族は、本人と同じように仕事ができない無能なんだな。妹を馬鹿にされて悔しかったけれど、言い返したら何をされるかわからない。唇を噛みしめて必死に耐えるしかなかった。鈴木部長や営業部の人たちも彼の権力が怖くて誰も口出しできずにいる。社長に直談判したいけど、転職してきたばかりの平社員じゃ社長との接点は全くないし。そうやって悩んでいるうちに社長は海外へ出張に行ってしまった。他の人に相談しようにも、浩二君の息がかかっていたらと思うと怖くて相談なんてできない。俺は黙って彼のサンドバッグになるしかできなかった。そんなある日のこと。どいつもこいつも。その日、浩二君は朝からイライラしていた。入れ込んでいたキャバ嬢に告白したが振られてしまい、
そのせいでイラついていると同僚が教えてくれた。おい、底辺。俺の仕事全部片付けておけ。それが終わったら俺の肩叩きをしろ。イラついているせいで、この日はことさら俺に辛く当たってきた。小沢君、手伝おう。鈴木部長。見かねた鈴木部長が助け船を出してくれたが、浩二君は怒鳴り声を上げてそれを止めた。手出しするんじゃねえよ、クソじじい。お前、俺に逆らうつもりか？浩二君のターゲットが部長に移る。前から気に入らなかったんだよな、お前。なんで無能のクソじじいが部長なんだ？俺の方が部長に適任だろう。そうだ、お前を辞めさせて俺が部長になろうか。父さんに言えばお前なんて即クビだ。それか田舎の支社に左遷がいいか。鈴木部長の顔が青くなり、それを見た俺は考えるより先に口を動かしていた。お前みたいな奴が部長になったら営業部は終わりだ。無能はお前の方だ。俺は浩二君の意識を自分に向けるように罵倒の言葉を放つ。とは言っても今まで人を罵倒したことなんてないので、ボキャブラリーはかなり貧相だ。しかしここで俺が何もしなければ鈴木部長が首か左遷になってしまう。鈴木部長は奥さんが入院中で、今はとても大変な時期らしい。これ以上鈴木部長を大変な目に遭わせたくない。その一心で俺は鈴木部長を必死でかばった。てめえ。浩二君は俺が思っていたより単純で、すぐに怒りの矛先を俺に向けてきた。口答えするサンドバッグはもういらん。仕事できない中途入社は目障りなんだよ。首か左遷を選べ。その言葉を聞いた瞬間、俺はもうこれ以上耐えるのは無理だと悟った。たとえこの状況を乗り越えたとしても、今後もずっとこんな日が続くのだろう。これ以上耐えられるほど俺の心は強くない。じゃあやめるよ。俺はすぐさま自分のデスクに戻り、ささっと退職願いを作る。呆然としている鈴木部長に退職願いを差し出し、頭を下げた。お世話になりました。あえて浩二君とは目を合わせず、おろおろとしている営業部の人たちに別れの言葉を告げる。そしてそのまま、俺は会社を後にした。帰宅後、俺は家族に事情を説明。母はまだ治療中で入院しており、心配をかけてしまうのは本意ではない。このことは母に黙っていようと父と二人で決めた。妹はすぐにいい職場が見つかるよと励ましてくれる。父も俺が衝動的に辞めたことを一切責めず、大変だったなと同情してくれた。ありがとう、二人とも。家族にこれ以上心配をかけたくない。明日から早速転職活動を始めようと俺は決意を新たにした。そしてその翌日。はい、どちら様？午後、就職相談へ出かけようと靴を履いていると、タイミングよくチャイムが鳴る。誰だろうと首をかしげながら玄関を開けると、そこにいたのは、半泣きの浩二君と険しい顔をした西田社長だった。社長！それに浩二君も。どうされたんです？驚きながら尋ねると、西田社長が勢いよく頭を下げた。愚足のせいで、君にとんでもない迷惑をかけて申し訳ない。どういうことですか？戸惑う俺に西田社長は、俺が去った後のことを説明してくれた。俺が衝動的に会社を去った日の午後、なんと海外出張に行っていた西田社長が突然戻ってきた。びっくりした。サプライズだよ。西田社長はニコニコと笑顔を浮かべて営業部にやってきて、驚く鈴木部長にお土産を差し出した。社長、お早い帰りでしたね。うん。あっちの仕事が予想以上に早く片付いてね。タイミングよく飛行機の席が空いてたから、さっさと帰ってきちゃったんだ。そして、西田社長はキョロキョロと営業部の中を見渡す。あれ、小沢くんは？
彼に聞きたいことがあったんだけど。俺の名前が出てきた瞬間、鈴木部長の顔が歪む。小沢は。言いよどむ鈴木部長の背後から、浩二君が苦笑いを浮かべて現れた。あいつならやめたよ、ほら。そう言いながら浩二君は、鈴木部長のデスクを勝手に開けて、俺が作った退職願いを見せる。やめた？そうなんだ。あの人前から問題があってさ、俺がちょっとガツンと言ってやったんだ。そんな調子じゃ俺から社長に報告して、あなたを左遷かクビにしますよって。そしたら突然辞めますって言って会社から出て行ったんだ。まったく、困りますよね、部長。浩二君が鈴木部長に同意を求めたが、鈴木部長は苦い顔をするだけで答えない。ああいう人は辞めてもらって正解だよ、父さん。父さん？どうしたの？浩二君が得意げに語っている一方で、西田社長はブルブルと震えている。そして目をつり上げ息子を見ると、怒りの表情で浩二君を怒鳴りつけた。なぜ首にしたんだ？お前、明日の商談の資料見てないのか？いやいや、首にしたんじゃなくて、あいつが自分で退職していったんだってば。戸惑う浩二君にお構いなしで、西田社長は怒鳴り続ける。お前が退職を促したのだろう。結果は同じだ。ちょっと待ってよ、父さん。なんでそこまで怒ってるの？西田社長は怒りの表情のまま、浩二君が知らなかったとある真実を口にする。明日の商談は小沢君が担当なんだ。相手の大手企業の曽根専務はその昔、小沢君にとても世話になった人なんだよ。そう。商談先の曽根専務は、俺の前職時代に出会った人だ。数年前、俺が担当していたボランティア団体に、曽根専務と息子さんがやってきたのがきっかけだった。曽根専務の息子さんは、俺の妹と同じように、生まれつき耳が聞こえない。息子さんは俺の妹と年齢が近いこともあって、俺は特に彼のことを気にかけていたのだ。曽根専務は俺のおかげで息子が明るくなったと感謝していた。俺が前の会社を辞めると聞いたとき、曽根専務はとても残念がっていたが、転職先が自分の会社とつながりがある業界と聞き、俺を応援するために商談の話を持ってきてくれたのだ。本契約となったら忖度は一切なしだ。君の実力を私に見せてくれ。曽根専務からそう言われた俺は、絶対にこの契約を成功させようと決意。この仕事は、かなりの金額が動くため、俺だけでなく、うちの会社にとっても大きな仕事だ。なので、西田社長には鈴木部長を通して、商談の初期のうちに事情を伝えていた。西田社長と直接話す機会は今まで一度もなかったけれど、彼が俺のことを知っていたのは、この大きな仕事が理由だ。西田社長から話を聞いた浩二君は、思わずといった様子でこう叫んだらしい。あの無能が、大手企業の専務とつながりがあっただと。しかし、この罵倒は西田社長が即座にいさめる。小沢君は無能なんかじゃない。手話も完璧にマスターしているし、5カ国語も喋れるんだぞ。あのくらい有能な人物なら、すぐに転職先を見つけるだろう。このまま他の会社に転職されたら困るのはうちの方だ。俺が5カ国語を話せるようになったのは妹がきっかけだ。妹は口を使ってコミュニケーションが取れない分、手話や文章を使って相手と交流をしていた。やがて妹は世界中の人とコミュニケーションを取りたいと思うようになり、いろいろな国の言葉を学ぶようになる。俺もそんな妹に触発されて複数の言語を独自で勉強。SNS を使い、いろいろな国の人とコミュニケーションを取っていくうちに、気づいたら5カ国語も喋れるようになったのだ。この特技を活かして、将来的には
国境を越えて活躍できる営業マンになってほしいと鈴木部長から期待されていた。まあ、俺はただ別の国の言葉が喋れるだけで仕事ができる方ではないので、鈴木部長が期待するような人材になれるかは怪しいけれど。しかし、この特技はうまく活かせば転職に有利となるだろう。コウジ君はこのことを聞いたとき、これ以上ないほど驚いた顔をしていたらしい。そして息子に怒鳴りつける西田社長を見た鈴木部長は、父親は自分を溺愛していると言ったコウジ君の言葉が嘘だと悟る。これは大きなチャンスだと気づき、西田社長に俺が今まで受けた仕打ちをその場で全て伝えたそうだ。俺はそんなことしてない。必死になって否定するコウジ君だったが、鈴木部長だけでなく営業部の社員全員が俺が受けた仕打ちを社長に報告。このバカ息子が。西田社長は怒りを爆発させ、俺に謝罪をさせるためにコウジ君を我が家まで連れてきてくれたのだ。愚足のせいで君にはいらない負担をかけてしまった。本当に申し訳ないと思っている。お前も謝れ。西田社長に頭をつかまれ、無理やり頭を下げさせられるコウジ君。その顔は屈辱に歪んでいて、自分のしたことを反省しているようには見えなかった。小沢君、うちに戻ってきてくれないか。西田社長のその言葉は嬉しかったけれど、俺の方を密かに睨みつけるコウジ君を見て、俺は首を横に振った。すみません。戻れません。コウジ君から受けた仕打ちは忘れられないですし、彼がいる職場に戻るのは怖いんです。なら、このバカ息子はうちの会社から追い出そう。え？突然の提案に驚きの声を上げたのは、俺だけでなくコウジ君もだった。待ってくれよ父さん。俺は次期社長だろ。お前のような愚か者を社長にしたら、俺の会社が潰れるだろう。次期社長の話はなしだ。そんな。コウジ君は俺の方を見ると、こびるような笑みを浮かべて、俺にすがりついてきた。二度とあんなことはしない。これからは心を入れ替えて真面目に仕事をする。だから、お前からも父さんに言ってくれよ。無理だよ。話して。こびようとするコウジ君を、俺は嫌悪の目で見る。そして、思い切り眉を寄せながらこう言い返した。俺にあんなひどいことをしてきた君の言葉は一切信じられない。俺は君のことが怖いし、心底嫌いだと思っている。もう二度と俺の前に姿を現さないで。突き放すような俺の言葉が効果的だったのか、コウジ君は絶望の表情でその場に膝をついた。その後、石田社長は約束通り、コウジ君を会社から追い出してくれた。さらに西田社長は、住んでいた実家からもコウジ君を追い出したらしい。お前には厳しい修行が必要だ。そう言って、一ヶ月暮らすだけの最低限のお金を渡して、容赦なく家から追い出したそうだ。現在、コウジ君はバイトをして、なんとか食いつないでいるようだが、あの性格はなかなか治らず、バイト先で問題を起こしてはクビになっているらしい。一方俺は、西田社長のところへ戻り、曽根専務の会社との契約も無事に締結させた。現在は平和になった営業部で、のびのびと働いている。よし、今日も頑張るぞ。相変わらず仕事ができるとは言えないけれど、自分にできる精一杯の範囲で、俺を救ってくれたこの会社に貢献したいと思っている。